はい、で、この解析標準形にはですね、さらにもっと強いことが言えます。どういうことかというと、一位性という性質です。前も言いました通り、数学ではその何かをした形が一位的だってことはすごく大事だってことを言ってましたけれども、この回数の標準形に関しても、その一位性という性質が大事で、いろんなところで使われています。ということで、一応と定理の主張を説明しますと、まず A を M 行 N 列の行列としますと。で、B と B' をともに M 次正則行列として、C と C' を N 次正則行列としますと。で、A に対しては、まず左側から B、右側から C をかけて、こういう解析標準形が得られたものとしましょう。で、ここで、この単位行列の、1の個数は R 個とだったということにします。で、一方で、A に左側から B' 右側から C' をかけてやっぱり回数標準形が得られたとしましょうと。でこの時この1の個数ですね、この並んだ1の個数は R' 個だったとしましょうと。でこの主張の定理は実はR と R' は等しいんですよと。すなわちこういう形で回数標準形にするとこの1の並ぶ個数は常に一定ですよということはこの定理の言ってることです。一応これも証明がありますので、とりあえず証明のあらすじを紹介しておきます。でここでまず取り上げるのは、こちらですね、A に B' と C' をかけてこの E、こちらの形になりましたっていうところから出発するんですけれども、これっていうのはその A に B' を左から C' を右からかけたんですが、ここでわざわざですね、この A をですね、こんなふうに書きます。BAC っていうふうに B と C で A を挟んで、で、さらにこの B の左側に B の逆行列、C の左側に、右側に C の逆行列をかけた形で、わざとこういうふうに表しておきます。で、そうしますと、まずこの BAC っていう部分は、定理の過程から、こういう形の行列に標準形になっていたことが分かりますので、こういう標準形だったと。で、これは何言ってるかっていうと、この標準形に対して、左側からこういう行列、右側からこういう行列をかければ、こちらの標準形に移ったということを意味しています。で、その2つの標準形の関係を探るってわけですね。で、まず、このですね、積のこの右側の部分に着目します。右側の分に着目すると、これは、こちらの行列に、何か、正則行列かけていてですね。で、その結果を、例えばこれ F0 というふうにしましょう。で、この時、実は、この0でない行っていうのは R 行だけで、R プラス1行目から下は全部0っていうことに注意します。なぜかというと、この ER っていうのはその1が R 個並んでますから、最初の上の R 行は0ではないってわけですね。で、この C のインバースかける C' っていうのは、これ右側からかけてますから、全部列の変形なので、その行の1で0でない行の数は変わりがないということで、こういうふうに表されるでしょうというわけです。で、そこで、この F0 っていう行列にですね、さらに行変形を施して、簡約階段行列にしたものを、F'0 というふうに表すことにしましょう。で、ところが、簡約階段行列っていうのは、常に、同じ形をしているっていうことが、分かってますから、その簡約階段行列の一位性から、この F'0 っていうのは、実は、これですね、こちらの行列に一致するはずであるということが言えます。で、このことから、その F' の行数、これ R 行だったんですけど、これはこちらのその0でない、要素の数ですね、これ R' を下回ることはないので、R', R は R' と等しいかそれ以上である、それより大きいということが言えます。で、同じ議論を今度、こちらですね、この2つの行列の役割を入れ替えて行っても同じ議論が成り立つので結局R' は R 以上であるということも言えるわけです。で、この2つのことからですね、R と R' は等しいということで証明が終わります。
まあ、ちょっとそうですね、この辺の話は若干分かりにくいかもしれませんので、まあ、ちょっと疑問な人はまた後でゆっくり確認しておいてください。ということで、実はその階数標準形を求めた場合ですね、ある行列の階数標準形を求めると、その1の並んだ個数っていうのは必ず一致すると、常に一定であるということなので、この1の並んだ個数ですね、この R のことを A の階数、ランクと言います。で、まあ、これが A に、行列 A に対して、まあ、現れる、まあ、不変量と呼ばれる数の一つです。で、書き方としてはこういう英語のこうランク A というふうに形で表します。この定義が、52ページですね、教科書の52ページの、まあ、上の半分の方に書かれておりますので、特に見出しはないんですが、一応強調するために、このスライドにはちゃんと定義って見出しをつけておきましたので、確認しておいてください。それからと教科書の定義のすぐ下にはですね、ちょろっとなんかさらっと命題が書かれていて、でちょっと一応確認しておくと、まあ、A が M 行 N 列の行列の時に、A のランクっていうのは M と N の最小値以下ですよということも言っておりますので、注意してください。ここまでいいでしょうか。